においてほふられたものである。しかし、やむを得ない状態にあるものは、その摂取において旅をこさず、それを口にするのは、他に合法なものがない場合のみであるという方法を超えない限りにおいて、それを口にしても罪はない。実に、アンラーは、お許し深く、慈悲深いお方である。クルアン2対173。また、思考のアンラーは、こうまを追いました。信仰する者たちを、酒と賭けごと、偶像と、ある、アズラーム。 悪魔の行いであり、不浄である。故に、それらを避けるのだ。そう、すれば、あなた方は、成功するであろう。シャイタンは、酒と賭けごとを持って、あなた方の間に、敵意や憎悪をもたらし、そして、あなた方を、アンラーの燃焼や礼拝から遠のけたいのである。一体、あなた方は、それらを止めないというのかクルアン5対90-91。1。 レスリングなどの有益なスポーツをたしなむこと、アンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福ある自身、ラカーナという名前の男とレスリングをした伝承が残っています。ある、ハーキムの伝承。また、スエーや乗馬、ユミヤなども推奨されています。アンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福あレに最も近しい京友の一人だった、二代目カリフの生まれ分アル、ハッターブはこう言いました。 あなた方の子供に意味と水泳と乗馬を教えなさい。2病気の治療を求めること。アンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福からは言いました。アンラーは病とともに、その治療薬も創造された。すべての病には治療薬がある。しかし、禁じられたものにその治療を求めてはならない。アブーダーウードの伝承。3イスラムは崇拝行為を命じていますが、 それは魂に自由を与えます。崇拝行為による自由を阻まれた魂は苦悩の中にあるのです。思考のアンラーはこう仰いました。信仰し、その心がアンラーのズイクル少年で平穏である者たち。アンラーのズイクルによって心が平穏にならないことがあろうか。クルアン13時28分イスラムは休息や栄養補給。 結婚などの肉体的要求をおろそかにしたり、あるいはその権利を否定したりすることを罪とみなします。京都もアナスブンマーリクはこう伝えています。三人の男がアンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福あれの妻たちのもとにやってきて、彼の崇拝行為の様子について尋ねました。彼らはそれについて聞くと、自分たちの崇拝行為の至らなさを痛感してこう言いました。 預言者は過去と未来の罪を許されたお方だというのに、それにもかかわらず崇拝行為に非常に献身的であった彼と比べたら、私たちは一体どうなるというのかそれで彼らのうちのある者はこう言いました。私は一晩中礼拝するぞ。またある者はこう言いました。私は毎日断食しよう。そして別の者はこう言いました。私は女性を遠ざけ、一生結婚しまい。 すると、このことを聞きつけた預言者、彼にアンラーからの祝福と平安あれがやってきて、こう言いました。あなたたちがそのようなことを言うのは、一体どうしたことかアンラーに誓って。私はあなた方よりもアンラーを恐れているが、断食すればそれを解いて食べもする。また、礼拝のために夜を明かすこともすれば、そうせずに眠りもするし、結婚もする。私の観光から背くものは、私の仲間ではないのだ。 ある、ブハーリーの伝承。12、イスラムは知識の探求を励行します。思考のアンラーはこう仰いました。いえ、一体知っているものと知らないものは等しいというのかクルアン39対9。またイスラムは無知と無学を非難します。アンラーはクルアンの中で、モーゼがこう言ったとおっしゃります。私はアンラーに無知な共柄となることからのご加護をこう。 クルアン2対67。また、ムスリムの日常生活や、現世と来世に関する所持についての知識のように、すべてのムスリムが学ぶことを義務付けられる類の知識もありますが、その一方で、集団のうちの誰かがそれを知っていれば十分である類の知識もあります。アンラーは、預言者ムハンマド、彼にアンラーからの祝福と平安あれに対し、この現世においては、知識以外に追求に値するものはないとおっしゃっています。 そして、いえ、死よ、私の知識をお増やしください。クルアン20対114。またイスラムは、学者や知識を探求する者に特別な敬意を払うように命じています。アンラーの使と、彼にアンラーからの平安と、祝福からは言いました。年長者を敬わない者と年少者を慈しまな,ない者、そして学者に敬意を払わない者は、私たちのうちのものではない。あ、テルミズイの伝承。 そして特に学者は栄誉高い地位を与えられています。アンラーの使と彼にアンラーからの平安と祝福からは言いました。経験でイバウダ崇拝行為に熱心な男に対する学者の優越性は、あなた方のうちで最低の理界にあるものに対する私の優越性のようなものである。あ、ティルミズイの伝承。知識の拡大とその獲得の励行のため、イスラームは知識の探求と学習。 その教授を天国へ続く道において奮闘し続けることによって報酬を受ける者に例えています。アンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福アレは言いました。知識を探求に出る者は帰還するまでアンラーの道に奮闘している者とみなされる。あ、ティルミズイの伝承。またアンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福アレはも言っています。知識を求めて道行く者は アンラーが彼に天国への道を優しくしてくれるであろう。また、人々が座って大活つ荘になるアンラーを随くる少年するならば、天使たちがその周りを飛唱し、慈悲が彼らを追い、静寂が彼らのもとを訪れ、そしてアザーハカルのおもとにある一段天使たちのもとで、彼らを褒めたたえるであろう。ムスリムの伝承。イスラムは宗教的知識だけではなく、すべての有益な知識を求めることを推奨します。 このことは、ムスリム共同体にとっての集団義務であるとともに、一種の崇拝行為ともみなされます。思考のアンラーは、こう葵いました。あなた方は、アンラーが天から雨を降らせ、それでもって、色とりどりの果実を実らせられるのを見ないのかまた、山々には、白や赤、漆黒など異なった色の縞模様がある。また、人々や動物や家畜もまた、それぞれ色が異なっている。 実にそのしもべの中でも知識ある者たちこそがアンラーを恐れるのだ。アンラーこそはこの上なく偉大でお許し深いお方。クルアン35対27-28